はい、どうもジャボーテッペです。皆様お気軽にボーちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあね、今回なんですけども、メタニウム MGL と SLX MGL、こちらをですね、投げ比べていきたいと思います。ただね、もうメタニウムがちょっとね、究極すぎて、本当ね、SLX を突き放すような形になるとは思うんですけども、とりあえずですね、どんだけ違うのかっていうのをね、参考にしていただけたらと思います。はい。ではね、早速メタニウムから投げていきたいと思います。でメタニウムなんですけども、よりフリー感が、そのもうブレーキがね、もう全然違う感じですね、スプールも。でブレーキなんですけど、内部3で外部3。ファーストルアーはバイブレーション2分の1オンス、まあ、約 12g ぐらいですね。もう遥か彼方に飛んでいくみたいな、そんな感じです。でまあ、ブレーキはねこのぐらいがちょっと一番いいんじゃないかなっていう。で SLX の時もそうでしたね、まあ、33っていうのがねすごく良かったんですけど、とにかくその飛び方がシュールなんですよ。シュルシュルシュルっつって、もうバンタムとかもそうですけどね、なんかもうハイブリッド車みたいな感じですね。ハイブリッド車プリウスとかそうですけど、エンジン音がなんか聞こえないじゃないですかなんか変な電子音みたいな、そのぐらいこうちょっと無駄のないって言っちゃおかしいですけど、まあ全然バックラッシュするんですけどね無駄のない飛び方をするというか、ちょっとねブレーキを 3.5 ぐらいにします。もしかしたら 3.5 ぐらいの方がいいかもしれない。そうですね、 3.5 でもまあ3でもあんま変わらないかなっていう感じなんですけど、気持ちねやっぱり強まった感じですね、ブレーキが。うん、この感じね、この感じがね SLX で出せるのかっていう。飛距離も相当飛んでるんですよ。SLX に持ち替えたいと思います。まあちょっとあまり参考にならないとは思うんですけどね、やっぱりその価格差がね開きすぎちゃってるんで。さあ SLX で33じゃなくて32からいきます。こんぐらいがね良かったね。はい、飛距離はね本当もメタニウムのがもっと飛ぶっていう感じですね。で多分遠心力ブレーキですね、まあ、この遠心力ブレーキのリールが得意な方はねもっともっと飛ばせると思います。なんかまあ僕的にはこのぐらいかなと。ですので、まあ、内部3で外部3、それをベースにですねバイブレーションとか空気抵抗がない甘い少ないルアーは、まあ2から3の間で微調整して、ジャストを合わせていく感じです。まあ、ジャストを合わせるってほぼほぼこう意味合いがダブってない気がするけど、うん、本当気持ちよく飛んできますよ SLX も。でやっぱりねシマノらしさのリールのガッチリ感もね素晴らしいですし、あぶれあぶれあぶれ川に落ちる。ではね8分の3オンスのスピナーベイトをメタニウムで投げたいと思います。ブレーキをね4にします。外部が4、内部が3ですね。いきます。おう、もっと飛ぶ。そうっすね、だけどなんだろう、33でいけちゃうかもしれないな。多分これがあのミディアムヘビーとかミディアムのロッドに変わるとさらにね飛ぶと思いますね。当たり前かもしれないけど、さらにこうルアーにこうパワーがね出力されて、もっとこう速度がついて、もっとね風を切り裂いていい感じに飛んでいくんじゃないかなと思いますね。外部3、あー飛ぶ飛ぶ飛ぶ。そうルアーがね回転しちゃって結構今空気の抵抗をねガンガン受けちゃってたんですけど、まあ、全然余裕でございます。あと巻きですね、マイクロモジュールがすごい。でメタニウムのはねリールが軽いんで、そうですねショートキャストもやりやすいですね。いい感じ、まあ、常にねスプールを抑えてるような感じの、僕がねシマノのリールを使うときにたびたび言ってるんですけど、サミングありきということでね。はい、ではね SLX に持ち替えたいと思います。まあさすがにねこんなね同じ使用感はね SLX には求められないですけど、ある程度設定が決まってしまえば同じように使えるってことですね。33です。オーイエス、飛距離もね十分です。33がやっぱり安定感いいですね。だからこれでもうちょっとこうねオープンエリアで飛ばした方がいいかなってなったら、ちょっと 2.5 ぐらいにして、さらにねこう効率よく広く探っていく。だけどあまりこう飛ばす必要がないシチュエーションだったら、もう3のまんまねずっとやっていく感じでも全然いいと思います。で3の方はね近距離キャストにおいても
3-3 で決めた方が安定感がいいんで、キャスターキラシーもねちょうどよく保てると思います。ね、サイドハンドキャストで低弾道で、静かにね、ストラクチャーの横に着水させたりすることもね、やりやすくなりますんで、そうですね、3-3ですね、うん。例えばね、こういう護岸ですらね、こういうね、実際釣るときはやっぱりこの護岸沿いをね、こうベイトが回遊してくるんで、垂直護岸ギリギリね入れて平行に引きたいときもね、やっぱりキャスターキラシーを3-3であれば十分に保ちながら丁寧に引くことができると思います。さあ次はね、4分の1オンスのスピナーベイトですね。それをメタニウムで投げたいと思います。3-3ですね、内部3外部3。そうですね、メタニウムはやっぱりね、そんぐらいかな。飛距離もね、やっぱりなんだろう、 SLX よりもちょっと5メーターぐらい先に行きますね。でスピナーベイト今くるくるくるって回転しましたけど、まあ問題なく行けましたね。でまあ近距離のキャストもまあ容易と言いますか。そうですね、やっぱりね伸びがいいんですよ。ハイエンドならではの伸びですね、キャストの伸びが超飛ぶもんなので3メーター5メーター先のねポイントをねこう的確に射抜きやすいですね、メタニウムの方が。なんだろうな、そこまでこうね近距離戦霞水系であったりとかね、そうなってくるとそこまでこう遠投性能ってあんまり必要ないんですけど、うん、飛ぶ。やっぱりね 3-3 の安定力はいいですね。うん、バンタムはね中2でも相当高次元でしたけど、メタニウムは 3-3 かな。ではね SLX に変えたいと思います。これはねもうほぼほぼ SLX も 3-3 でいけちゃいますね多分。素晴らしき 3-3 の世界。そうですね、 SLX もね 3-3 で4分の1のそのねスミナーベイトが、普通にもうビシバシでございます。いい感じですね本当に。うん、低弾道でいくし、ただやっぱり伸びっすよね。伸びはねメタニウムがすごい、やっぱり 3-4 メーター先行きますね。やっぱりその先になってくるとちょっと SLX がねちょっと不安になってきますね。ちょっとコントロールが定めづらいというか、まあ飛ばすことはできますよ。そこまでメタニウムと同じ距離をショートキャストでね飛ばすことはできるんですけど、やっぱアキラシーですよね、キャストアキラシーがちょっと難しいねっていう。うん、3-3であればまあまあね風が吹いても全然いけますね。さあ次はねイボーグシャットですね。イボーグシャットを、メタニウムで投げたいと思います。 6.6g だったかな、なので 6g 台のねシャットですね。ね、これで 3-3 でいければもう完全にいい感じのねブレーキを突き詰められたかなって気がしますね。ではね中3で外部3。あ、だちょっとね初速でラインが吹けそうになりましたね、買っておりましたけど。だけど最近のねリールは初速がいいんで、どっこ一緒ですね。 1-2-3 ってあるとしたら2-3あたりでこう力を入れてルアーを飛ばす感じですね。それまではもうロッドをしならせてしっかりねロッドに仕事をさせる、そうですね、そういう投げ方の方が飛ばしやすいと思います。今なんかねその投げ方に変えたらやっぱりね最初投げた時初速でバックラッシュになったんですけど、それがねなかったんで。そうですね、超飛ぶこらすごいな、やっぱり飛距離に置いてしまうのって本当すごいですね。これはやっぱりもう昔からね飛距離測定してね村田さんがガンガンやってたからね、それなんだろうね、その技術がずっと受け継がれてると言いますか。そうですね、超飛ぶ。さあ、SLX に持ち替えましょう。 SLX に持ち替えてイボーグシャット 6.6g。 そうですね、十分飛びますよ。 SLX はねやっぱ 3-3 ですね。メタニウムも 3-3、 SLX も 3-3でね、メタニウムの時もねちょっと言ったんですけど、 1-2-3 ね、 1-2-3 で投げるとしたら1の時にねしっかりロッドにねこうロッドをしっかりねしならせて、 2-3 でこうロッドのしなりを使ってねこう投げてあげるとすごく距離が出せますんで、やっぱり最近のリールはやっぱり初速がね良すぎちゃうのかな。
昔のリールは本当全てハイパーって感じがしましたけどね、なんか。うん、いい感じ、いい感じ。ショートキャストですね。ね、ショートキャストもやっぱりやりやすいですよ。うん。いい感じ、いい感じ。OK。じゃあね、3.5g スモラバーをメタニウムで投げたいと思います。さあ、ね、3-3 です。中も3、外部も3ですね。はい、超飛ぶすごいね、この飛距離すごいな。群を抜いてますね。アンタレスがどうなのかわからないけど群を抜いてますね。うん、やっぱり飛ばし方はね、やっぱり 1,2,3 で段階踏むとしたらやっぱり2と3で、まあ 2.5 から3でこうね 1,2 フンっていう感じでこう 1,2 の間はねしっかりこうロッドをしならせて 1,2 フンという感じで投げると、初速でねあのバックアッシュすることがない。でショートキャストもまあしっかりねこうもうほぼほぼサミングはしっぱなしですね。うん、だけどすごく飛ぶ。ピッチングもね普通にまあやりやすいっちゃやりやすいですね。うん、どうなんだろうな。僕はね2フィンガーなんで1フィンガーじゃないんですけど、その1フィンガーの方がねサミングがもっと精密にできるんですよね。だから僕は3フィンガーでもやっちゃう時あるしそうですね、ピッチングの伸びもいいね。ピッチングにおいてはね SLX もね負けじといいですよ。うん、あれですね、だからピッチングもこう優しくこう送り込むように優しくねこう送り込むようにするとスプールから手を離してもいいかもしれない。結構鋭くピッてやっちゃうとやっぱり初速がねいいんで、初速でバックラッシュそうなるんでね。そうですね、初速でバックラッシュそうになるんでちょっとねゆっくりこうピッチングしてあげるといい感じにね、ゆっくりこうスイッてこうやるといい感じにこう飛んでいく。逆にこうシュッてやっちゃうと逆にこう初速でねこうラインが浮くんで、スイッてほっぼっちゃんやるともう終わりです。スイッね、こんな感じで OK だと思います。まあだけど気持ちいいのは多分 4.5 とかのスモラバとかの方が気持ちよさそうですね。あとはもう 7g、8g といった普通のカバー軸ですね。さあ SLX でね 3.5g のスモラバーを投げたいと思います。さあやっぱりね 3-3、 あーいいね、バランスがいいっすわ。メタニウムのブレーキはね新次元という感じなんですけど、あの SLX はねもうこう昔から馴染みのある、遠心力ブレーキっていう感じがして、なんだろう、こっちの方が落ち着くっていう人は多いんじゃないかな。ピッチングもねこっちの方がこう慣れ親しんだ感じ、こっちのはやりやすいと思う。ピッチングはブレーキの馴染みがいいんですよね多分。ピッチングの時はもうちょっとなんだろう、ピッチングの時はねやっぱりこう鋭くこう振り抜くことがやっぱり多いと思うんで、一般的なキャスト的にね。なのでちょっともしかしたらこうメタニウムのねブレーキはもうちょっときつくした方がいいのかもしれないね。あ、メタニウム設定決まるとね結構メタニウムいいっすね。メタニウムじゃなかった、 SLX ね、フルキャストからピッチングまでね、ショートキャストもいい感じです。ふぇー、あ、ちょっと SLX の設定が決まったら結構いい感じだと思いますね。さあではこんな感じですかね。はい、ありがとうございました。 SLX の MGL とそしてメタニウムの MGL ということで、両方ともですね内部が3、そして外部も3といった感じで3-3、なんかこのブレーキが僕的には安心ですね、シマノはね特に。はい、でした。いかがだったでしょうか。やっぱりねキャスティングの伸びにおいてはですね、メタニウムの方がやっぱり 2,3 メートル、いや5メートルぐらいボーンってね後半伸びるので、この使用感はねやっぱりなんだろう、やっぱりね最新のブレーキといった感じで
すごいなっていうね、このテクノロジーすごいなっていうね、感動を、味わえるような気がしますね。はい、ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボてっぺことボボちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。